大家好，我是岡治。今日のテーマは日本人を怒らせる方法です。このような書き方をしましたが、決して皆さん日本人を怒らせようと言いたいわけではありません。むしろその反対、日本人がどのようなことに腹を立てるのかを知っていただき、人間関係の構築を円滑にしてほしいと思います。僕はいろんな国の日本語学習者に会ったことがありますが、やはり国が違えば文化も違う。日本では失礼にあたる行為をついついやってしまう学習者を多く見てきました。しかし、日本人は感情をあまり表に出さないので、外国人学習者はそれが失礼かどうかなかなか気づかないと思います。今日は日本人が怒ってしまうことをシェアするので、それをしないようにしましょう。岡治、明日の会議の資料作成だけど、一人でできる？はい、できます。できました。確認お願いします。全然できてないじゃないか。やり直す。本当にできることだけできると言いましょう。岡治、会議の資料できたか？は？聞こえなかった時の返答が、は？は？は、お前何言ってるの？のような意味合い。岡治、会議の資料できたか？あ？聞こえなかった時の返答が、あ？あ？は、お前喧嘩売ってる？のような意味合い。痛えな。あ？お前が悪いんだろ。あ？喧嘩売ってんのか？あ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 ？聞こえなかった時は、は？や？あ？ではなく、え？や？ん？を使いましょう。目上などに対して丁寧に聞き返すときは、すみません、もう一度お願いしますと言いましょう。風邪をひいて咳やくしゃみが出るのにマスクをしない。体調が悪いときは必ずマスクをして他の人にうつさないようにしましょう。公衆の面前でイチャイチャする。他の人がいる場所ではハグやキスなど過度なスキンシップは控えましょう。おかこちゃん、細くなったね。痩せた？セクハラです、社長に言います。え、いや、そんなつもりじゃ。私、喉が渇いた。すぐ買ってきます。いい意味だとしても、異性の体型に関して言うのは控えましょう。はい、今日は日本人を怒らせる方法を紹介しました。今まで日本人の前でしたことがありましたか？個人的には聞こえなかった時の返答で、は？や、あ？を使ってしまう外国人学習者は結構多い気がします。特に「あ」は喧嘩になるかもしれないので気をつけてくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。今日の日本語、さあ行くぞ。岡治は筋肉先輩に喧嘩を売った。
筋肉先輩はその喧嘩を買った。そして二人は喧嘩をした。